はい、では二ツ谷の稲葉八段に来ていただきました、はい。今封じ手が終わりまして、はい、1日目の対局が終了しました。1日目の対局を振り返りまして、稲葉先生どういうふうにご覧になられましたでしょうか。そうですね、相掛かりの出だしから、年齢は少し少ないような将棋になって、お互い少しずつ考えて、お互いの個性が出るというか、ねじり合いの将棋になりまして、ちょっと戦いが始まったところあたりでちょっと封じ手になったというところですかね。明日からちょっと本格的な戦いになるかなというところですかね。最後に小地先生がこのまま封じ手かなと思われたんですけど、8七歩と、受けた手がありましたが、あれは、あのタイミングで歩を打たれたというのはどういうふうに稲葉先生はお感じになりましたでしょうか。そうですね、若干控え室では、先手が少し自信がないのかなというニュアンスだったんですけど、8七歩をこの時間に打ったということは、藤井さんも、いい勝負かむしろ自分をまずはさせるかというところで、そんなに形勢を悲観しているようには見えないのかなという印象を受けましたね。はい、2日目の、まずは封じ手の予想からちょっと伺ってもよろしいでしょうか。はい、次は豊島先生が封じ手をされました。はいはい、そうですね、飛車取りに歩を打たれましたので飛車は逃げると思うんですけど、7六飛車と出ようと思って、よりやっぱり相手の玉に近く、攻撃力を維持して、攻め合いを目指されるかなという気がします。その局面はどのように2日目どういう風になっていくというふうに感じでしょうか。そうですね、でも8七歩打ったということはちょっと先手もあまり受ける気がないということかなという気がしますので、明日の朝からちょっと激しいことになるかなというところで、そこからお互いどちらがより勝てるかというところですかね。はい、1日目振り返られて印象的な手、どちらでも結構ですが、の中ではここが印象に残ったところがあれば教えていただけますでしょうか。そうですね、豊島さん、7三桂から3三桂と積極的に返したあたりはちょっと豊島さんらしい手だかなと思いますし、藤井さんはどちらかというと指してというよりは持ち時間の使い方が持ち時間、8時間ならもう少し難しい局面が続いていますので、昔ならもっと長考してもおかしくないかなという気がしますので、意識的にこう時間を残すようにこう刺されているのかなというのが印象に残りました。確かに1回も1時間以上の長考というのが、そうですね、どちらかというと長考に近い、この持ち時間では長考に近いようになっている、大長考という手は見られなかったので、結局後半にそこは時間を残すというのも意識的にされているのかなという気がしますかね。見どころというのをちょっとファンの皆さんに一言いただいてもよろしいでしょうか。そうですね、この2人の、本当に将棋界の長女近い2人の、本当にねじり合いといいますか、それが1日目から始まりまして、それが明日も続いて、大熱戦になるのかなというところで、明日も見どころが満載かなという気がします。ありがとうございました。どうも、明日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。